はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、モンモデルの川崎忍者 H2R の、制作の続きをやっていこうと思います。で、今回は、デカールを張ったカウル類にクリアを拭いていく作業をやっていこうと思います。まあ、やり方自体はいつもとそんな変わらないんですけども、やっていきましょう。で、使用するのはまず最初にオートクリアを使っていきます。これはデカール保護のためですね。デカール保護のためにオートクリアを使っていきます。なんか詳細なデータがあるわけではないんですが、なんかオートクリアはね、多分ね、乾燥する時の収縮率が多分ちっちゃいんだと思うんですよね。なので、そのデカクリアが乾く時に収縮してデカールを引っ張ってひび割れるみたいなのが起きにくいっていう話なので、オートクリアをまず一発目の、デカール保護のためのクリアとして拭いていこうと思います。で、これは YouTube でだったと思うんですけど、このフィニッシャーズの川口さんって方が、言ってたやり方なんですけど、まず一発目にちょっとシャバシャバ気味のオートクリアを砂拭きしてあげると、デカールに、クリアが浸透して、密着性が良くなるのと、まあ、密着性が良くなって剥がれにくくなるっていうことらしいので、まずはね、オートクリア1に対して、ティーボマルチーナーを2ぐらい入れたものを、使って表面に砂拭きをしていこうと思います。で、まあ、表面のほこりをね、しっかり落としてあげて早速拭いていきます。で、まあ、バイクのカウルなんでね、そんなに大きくないんで、もう 0.3 で拭いていきます。結構シャバシャバなんでね、ドバッと出るんで、拭きすぎないように気をつけながら拭いていきます。まずはね、だからちょっと遠めぐらい、少し離し気味の距離からこうデカールの表面がね、ちょっとしっとりなる、しっとりするぐらいまでわーっと拭いてあげます。裏側にも貼ってあるんですね、裏側に拭いてあげて、この時点では別に艶を出す必要っていうのはないので、もうほんと適当に全体にまんべんなくかかるように、特にデカールの上にまんべんなくかかるようにして拭いていただきます。こんな感じ。まあ、ちょっと分かりにくいですけどね、まあ、全然ツヤは出てないし、まだ塗膜っていうほどの厚みも出てないんですけど、まあ、表面にしっとりとクリアが全体的に乗って、デカールがこれでちょっとしんなりしてくれる、しんなりして表面にきっちり馴染んでくれるそうなので、これをまず全部のパーツにやっていきます。で、ちょっとね、もうつけても邪魔にならなさそうなパーツ、この金ド翼とかね、つけても邪魔にならなさそうなパーツはもう今の時点でつけちゃってます。もうこの状態で拭いていこうと思います。下手にね、この後クリア拭くとね、スナップフィットなんで、クリア拭いていくとどんどんパーツがはまりにくくなっていっちゃうので、その辺のこともあって、もうつけれるものは先につけちゃってます。
基本的にこのオートクリアに関しては、あのデカールの上だけでいいんじゃないかなと個人的には思います。他の部分は別にあのオートクリアである必要はないと思うので、最終的にあの EX クリアでね表面全部仕上げるんで、この時点で全てのパーツにオートクリアを吹く、パーツの全ての面にオートクリアを吹く必要性はあんまないかなと思います。だからデカールの保護のために吹いてるので、デカールがあるところを左右で、まあその理由はね、あのオートクリアが残りほとんどないっていうっていう理由なんですよね。たら、さっき拭いた分のクリアが乾いたので、この上に一層オートクリアを乗せていこうと思います。で、次塗るオートクリアはさっきよりも濃くというか、いつも使っている 0.5 で拭くんであれば原液でもいいぐらいらしいんですけども、今回は 0.3 で拭くので、まあ、大体目安的には1対 0.5 ぐらい、塗料1に対して薄め液 0.5 ぐらいな感じで、希釈してあります。なのでこれを一層ぐるっと見ていきます。ではやっていきます。これはある程度しっかりと塗ってあげる感じですね。やっていきます。こんな感じ。こんな感じで表面がしっかりねウェットな状態になるように拭いてあげます。これでねしっかりと乾かしていきます。で、まあちょっとデカールの上に拭いてるクリアなので、あまり一気に乾かすとね、まあ、デカールが、まあ、縮みにくいとはいえやっぱり縮んでしまう可能性が上がるので、これはちょっと自然乾燥で乾かしていきます。他のものも、ね、拭いていきます。ちょっとコードクリアの残りが少ないので節約しつつ拭いていきます。
0.3mm で、0.3mm でクリア吹いていくときはね、基本的にはね、もうほぼ全開です、ニードルは。ぐらいで吹かないと、表面がウェットな状態、しっかりと持った状態になってくれないので、もうそんぐらいで塗るのがいいですね。これはガンプラとか塗るときも一緒。ガンプラとかにクリア吹くときも一緒で、もうほぼほぼ、もう全開でね、一気にしっかり塗ってあげるっていう風にしてあげた方がいいですね。一発でね、こんぐらいウェットな感じになるように持っていってあげる。こうしてあげる方がね、しっかり表面のツヤが出てくれるので、後々楽になります。はい、そしたらやっていきます。はい、そしたら、オートクリアが、乾いたので、次はこの上に EX クリアをかけていこうと思います。で、まあ、なんで EX クリアかけていくかっていうと、これはまあ僕の感覚的な部分もあるとは思うんですけど、オートクリアって EX クリアに比べるとちょっと乾燥した後の表面が柔らかいんですよね。で、だいたいあれとかと一緒、クレオスのスーパークリア3、あれよりは硬いんですけど、 EX クリアよりはちょっと柔らかいんですよね。で、まあ、後々研ぎ出しをしたりとか、あと塗った後の光沢感っていう意味で言うと、 EX クリアの方が僕は好みなので、この上に EX クリアを乗せていきます。なので、デカール保護用のオートクリアを拭いた後に光沢出し用の EX クリアを拭いていくっていうような感じだと思ってもらったらいいと思います。はい、ただまあここは好みっていうのもありますし、まあ、今回のこのH2R に関しては基本的にはもう研ぎ出しはしないつもりなので、まあ、形的にね、研ぎ出すのめっちゃ大変なんで研ぎ出するつもりはあまりないので、そこはもう本当好みでいいと思います。EX オートクリアでもうフィニッシュにしちゃうっていうのでも全然ありだと思いますし、僕がやるみたいに EX クリアまでいくっていうのでも全然ありだと思います。まあ、そこはもういろいろ試してみて自分の好みっていうのを見つけてもらったらいいんじゃないかなと思います。僕は EX クリアの仕上がりの方が好みなので EX クリアを見ていきます。というわけでやっていきましょう。もうちょっとこっちの方が分かりやすいかな。こんぐらいの方がいいかな。こんぐらいの、こんぐらいで、こう、これでいきましょう。はい、そしたら拭いていきます。あ、で、ちなみにこれはだいたい EX クリアを、1対1ぐらいですね、感覚的にはぐらいで希釈したものに1対1よりもうちょっとだけ薄いかなぐらいで希釈したものになります。1対1だと 0.3 だとちょっとしんどいんで、それよりは少し緩くしてる感じかな。で、希釈したものをしっかりウェットになるようにね、表面がウェットな状態になるように拭いていきます。で、まあ、今拭いてるのももうほぼほぼ全開ですね。エアーズが 0.15 で、0.3mm のハンドピースを使ってほぼほぼ全開で拭いてます。まあ、使ってるハンドピースがね、エアデックスのエアレバのタイプなので、まあ、言うたらダブルアクションなので一発で出る量が少ないんですよね。なのでもうほぼほぼ全開で拭いてると。ちょっと拭きすぎたかな。まあ、できればちょっとこの一発で終わらせてしまいたいから、ちょっとたっぷりめに拭っとこう。
久しぶりに 0.3 でクリアを拭いたんであれですけど、こんな感じ。ちょうど横にかか、窓があるんでね、ちょうどいい感じに太陽光が入ってくるんですけど、こんな感じ、こんな感じでテラテラになるようにクリアを拭いていってあげます。で、 EX クリアと、ティーポマルチシンナーの組み合わせの場合、だいたい今のまんま、今のテラテラの表面のまんまカチンと固まります。なので、割とほぼほぼ取り出しなくてもいいぐらいの仕上がりにはなるんじゃないかなと思います。はい、ただ、他のもやっていきます。今回のはもう光沢出しのクリアなので、デカールを貼ったパーツだけじゃなくて、全ての部分にクリアを入れていきます。こんな感じね、こんな感じでテッカテカになるように塗っていきます。結構ね、僕みたいな拭き方をすると塗料をね、すっごい使うんですよ。塗料をすごい使うんで嫌だっていう人結構いるんですけど、僕個人的にはね、塗料をたっぷり使って綺麗に塗ってしまえば、その後の時間、研ぎ出しであったりとか、そういう時間が大幅に減らせるんで、その時間を大幅に減らしたら、その分ね、まあ時間給っていうわけじゃないけど、まあ、時間もお金と思ってるんで、その分、浮くっていうような考え方です、僕は基本的に。その辺はもう本当人によりけりにはなるんですけど、塗料をいっぱい使うことでその後の作業の時間が減らせるんであれば、もうバンバン使った方がいいんじゃないっていう考え方です、僕は。結構コメントとかでもね、塗料が無駄やみたいな、そんな吹き方したら塗料が無駄ですみたいなコメントがあったりするんですけど、もうそれはもう覚悟の上なんで、僕は。その代わり、この後の研ぎ出しはほとんどしないで、時間を短縮するっていう感じです。はい、それはもうそこもね、いろいろ試して、自分に合ったのを見つけてください。まあ、そんな感じで他のパーツも全部拭いていきます。はい、さすがにね、一発で終わるほどクリア塗装は甘くなかったので、もう一回拭いていこうと思います。やっぱりね、デカールの上とかはね、特にちょっとツヤが引けてしまいがちというか、ツヤが引けるというより表面がちょっとね、ボコボコとなっちゃうんですよね、デカールの上って乾くと。なんでもう一回上に拭いていこうと思います。で、さっきよりもちょっと、薄め液を多くした EX クリアをこの上に拭いていきます。
こんな感じで、まあクリアの中の薄め液を多くした理由っていうのは、まあいつも言ってるんですけど、希釈が薄くなるほど、表面にこう馴染みやすいんですよね。表面を流れやすくなるので、表面張力でじわんと馴染みやすくなるっていう特性があるので、液体にはなので、ツヤを出したいときはちょっと希釈を薄くしてあげると、綺麗なツヤが出るようになります。ただ薄くしすぎると流れて垂れたりとか、そういう原因にもなったりするので、その辺はちょっと注意が必要ですね。こんな感じ。じゃあこんな感じで他のパーツも拭いていって乾かしていきます。はい、でクリアが乾燥してこんな感じ、まあ、こんぐらいの光沢ですね。まあもっと突き詰めればもっと光沢はね出せるんだとは思うんですけど、まあこれぐらい光沢出てればいいんじゃないですかね。うん、今回まあ僕が思ってたのはこんぐらいで十分かなっていう感じなので、まあ今回に関してはこれで終わりにしようかなと思います。それとかそうタンクですね、こんな感じ。まあ、ちょっとねプリズムパールを振ってあるんで、こうやって見せてもちょっと分かりにくいんですけど、まあ、こうやって窓とかがね綺麗に映り込んでるんで、窓とか照明がね映り込んでるんで、これだけ濡れてれば十分かなと思います。まあこれで気になるようであれば上から研ぎ出ししてあげてもいいかなと思うんですけど、まあこれぐらいでいいかな、こんな感じ。まあ、パールなんでね、めっちゃ研ぎ出ししたとしてもね、いまいち分かりにくいんですよね、その表面のツヤ感みたいなのがね。なので、まあ、今回僕はこれで OK かなと思います。でちなみにさっき言うの忘れてたんですけど、メタルのインレットマークはもう全部貼った状態でクリアを拭いてます。こんな感じでね、これとかあと後ろのシートのサイドのところのカバーとかこの辺は全部メタルインレットを貼った状態でクリアを拭きました。でなんでそういう順番でやったかというと、毛がついてる。なんでそういう順番でやったかというと、このメタルインレットがねあんまり粘着力がなかったんですよね、のり、ついてるのりので、粘着力がない上にこの貼り付けの場所がちょっとくぼんでるんですよね。くぼんでて、そこのくぼんでるところに貼り付けないといけないっていうので、あんまりつかなかったんですよ、ちゃんとしっかりと。なので結局最終的に僕これ全部瞬着でつけたんでメタルインレットね、何をやって もうくっついてくれなかったんで、でこうくっついてくれへんからグリ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 やってる間にどん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 さらに粘着がなくなっていって、最終的にもう瞬着ちょんとつけて流し込みのね瞬着をちょんとつけて接着しちゃったっていう感じだったので、もう先にメタルインレットを貼った状態にして、その上からクリアを拭くっていう風にしてあります。これだったらもうね剥がれる心配ほぼほぼないので、多分これで大丈夫だと思います。はい、というわけで、今回の、クリア拭きの動画に関してはこれで終了にしようかなと思います。で、次の動画では、フロントフォークですね、フロントフォークの組み立ての作業をやっていこうと思いますので、また続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。